い、というわけでね、今日はお前らに単独ライブのための特別メニューを貸しやーす。特別メニュー？今日から全員で山ごもりじゃい。山ごもり、今？今だからじゃろがい。でかいことやる前は大抵山で修行することになっとるんじゃい。そんで傷だらけになって強くなって戻ってくるんじゃい。俺が相くまで下山禁止。さくら、お前バカ、せっかく待って、え、じっとしとけ。あっ、出た。なんじゃこれ。お父さんイノシシでしょうか。落とし穴小さすぎしたな。これまずいんじゃないの。したらいいと。そうだよ、リス。島原のところ、ジョイ派の方が言っていした。さくら派、死んだふり、死んだふりしなし。もう死んでますけど、さくら。食われた。だな、あのデカさは卑怯だよな。そうやなくて、違うよね。私たちが今向き合わんといかんとは、ライブであってイノシシじゃないよね。浴びないかんとは声援であってよだれじゃないよね。もう日にちないとに、こやんかところでこやんかことしよったらいかんよね。あ、そっちか。ショックおはよう、よう、よろろよ、よろれいひ。どうだお前ら、この山ごもりで何かつかめたかの礼。私見てわからんですか。こんなんで何かつかめるわけなかやないですか。ライブ前なのになんで山なんですか。なんでイノシシなんですか。意味がわかりません。そうか、ならば今ここで目を閉じろ、耳を澄ませ、そして母なるガイアの声を聞け。思い出すんじゃい、決してお前が一人じゃないということを。そうやんかと思うよかですから。あれ、帰ります。あれ、はあ、どうすんだよ。撤収。ラシア、え、あ、オイラ、参上。何の用事。オイラ、舞いますゆえ。なんで舞うんじゃい。芸妓の修行もしていいした。答えになっとらん。わっちらを山に登らせんした一番の理由は、さくら藩の頭を冷やすため。違いんすか。グループであることの強さは、互いを補い合うことで個人では出せん力を発揮することだ。周りが見えなくなった状態ではその意味がない。それならそうと最初から言っておあげなんし。自分で気づかなければ成長はできん。さくら藩には特別優しいのでありんすな。俺はただ佐賀を救いたいだけじゃい。わっちはそういう不器用なお方好きでありんす。過疎化が進む佐賀を救う道は険しい。一つの山の頂に登ればさらに高い山が見える。それはもはや山脈、踏破するのは容易じゃない。まあ、あいつならやれると俺は信じているが。あ、え、弱気なこと言いなすんな、光太郎藩。さくら藩ならどんな山脈でも越えて行きんす。あ、うん、だから今そう。さくら藩を信じなし。だから今そう言ったんだけどね、大将。
ね。行くよロベロ。はい。行ってきまーす。ねえ、大丈夫、大丈夫、助けると。